こんにちは、キックボクサーの平田です。今日は左ミドルキックについて教えようかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあいつも通り構えからいきます。左足一歩前に、右足斜め横に構えて、しっかり肩幅で構えてください。手はしっかり上に構えます。左ミドルキックを蹴るときのポイントは、ステップをすることがポイントです。ステップするときに肩を前に、右肩を肩を前に出さないようにすることが大事ですね。ステップするときに左足をしっかり、右足をスイッチさせてください。この時に右足が軸足になるので、右足がつま先立ちになります。この時に右手をしっかりガードして、左手を大きく横に振る。足はなるべくまっすぐから腰の回転で横に回してください。で、元に戻る。しっかりステップ、右足、右手をしっかり意識して、つま先立ちを意識して、左手をしっかり回して、ステップ、キック。この時の左手、腰をしっかり、右手と右足をしっかり、足を変えた時に左手と左腰をしっかりひねることもポイントの一つです。ステップ、キック。はい、今回やった左ミドルキックっていうのはキックボクシングの代表的な技です。すごく使えれば使えるほどキックボクシングが面白くなってくるので、ぜひトライしてみてください。フォームと回数を意識してやることが大事です。あと、このすねで捉えるっていうことができるようになってくると、ボクシングの拳で捉えるっていう風に同じような意識がすねでもできるようになってくるので、ぜひ回数を重ねて練習してみてください。よろしくお願いします。